リアルバラエティ番組テラスハウスで人気に火がつき、ブレイクを果たしたモデルでタレントの筧美和子さん。癒し系な雰囲気で世の男性を虜にしていますよね。そんな筧さんの出身校や生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介します。筧美和子さんのプロフィール。本名筧美和子、愛称美子、生年月日1994年3月6日、年齢26歳、2021年1月現在、出身地東京都、血液型 AB 型、身長164センチ、活動内容タレント、女優、モデル、事務所プラチナムプロダクション、家族構成両親、姉、弟。デビューのきっかけは2011年、当時高校生だった筧さんは、友達と一緒に出かけたファッションショーでスカウトされました。2012年には、ドラマ、鍵泥棒のメソッドで女優デビューし、グラビアアイドルとして活動されました。そして、2013年5月には、フジテレビの恋愛バラエティ番組、テラスハウスに出演し、ブレイク。2013年9月14日、筧さんは、ワンライフモデルオーディションに参加し、準グランプリに選ばれています。10月5日には目覚ましテレビで視聴者投票で多くの投票を得たことで、朝の情報番組のコーナーココシラ木曜リポーターに選ばれました。2014年2月にはフジテレビのドラマ最高の離婚スペシャル2014で本格的に女優として活動を始めます。その年の4月4日には、篠山紀信さんの撮影による写真集ヴィーナス誕生が発売されています。2014年8月号で筧さんはファッション雑誌 JJ の専属モデルに選ばれましたが、2019年10月号で卒業しました。また連続テレビドラマなどにも多数出演されています。収入は、ちなみに筧さんは2016年に出演したラジオで月収について50から60万と発言しているそうです。そうなると年収では600万円から700万円くらいでしょう。現在では筧さんの活躍の幅も広がっていますので、少なく見積もっても年収は1000万円を超えているものだと思われます。筧という名字は芸名。2021年に誕生日を迎えた筧さんは27歳になられました。テラスハウスの印象が強い方にとっては、もうそんな年齢になったのかと驚かれるでしょう。筧さんは実年齢よりも若く見えると世間では話題になっています。スタイルも抜群ですし、透明感のあるイメージが実年齢よりも若く見られる理由なのかもしれません。筧という名前は少し珍しい名字ですが、筧という名前は本名なのでしょうか？改めて筧さんの本名について詳しく調べてみたところ、筧美和子さんという名前は本名のようです。ネット上ではお父さんの本名も公表されていて、同じ筧という名字です。お父さんは天ぷら屋さんを経営されていて、店の名前も筧と言います。天ぷら筧は筧さんの父親が店主を務め、母親がお金を管理するなどサポートに回りながら夫婦仲良く経営しているお店のようです。では筧さんの実家である天ぷら筧の場所について見てみましょう。先ほども少し紹介したように、天ぷら筧は渋谷に店があると言われており、正式な場所は目黒区東山の渋谷駅周辺で、小島ビルというビルの1階にあるそうです。小学校でのエピソード。筧さんの出身小学校は目黒区立東山小学校です。また小学校時代のエピソードはほとんど語られていませんが、幼稚園時代はとってもシャイで無口な子供だったんだそうです。いつも貝のように口を閉じていたため、お友達からは貝ちゃんと呼ばれていたそうです。またクラシックバレエやダンスなどの習い事をされていたそうですが、具体的な時期は分かっていません。当時は父親がバレーボールのコーチをされていたので、筧さんもバレーボールを始めたそうですが、実は球技は苦手だったそうです。球技よりも陸上の方が得意だった筧さんは、バレーボールとの葛藤があったそうです。中学生活と初恋。
出身中学校は目黒区立東山中学校です。中学生時代はバレーボールに所属していました。中学時代には家出をした経験があるそうで、そこで心霊体験をされたんだとか。筧さんは友人の家に泊まり込んでいた時、夜にコンビニに行き友人の家に戻ると、家の中で足をぐわっと掴まれたそうです。はじめは友人のいたずらだと思っていたそうですが、友人がいたずらできる状況ではなかったことがわかり、後から見てみると足にはくっきりと掴まれた跡があったんだそうです。筧さんの初恋は中学生の頃で、同じ中学校の運動部所属の先輩だったそうです。筧さんはずっと告白できずに片思いだったのですが、ある日思い切って告白すると、なんと OK をもらえたのだそうです。筧さんはこの思い出を、死ぬほど嬉しかった、と語っています。高校生活は？出身高校は東海大学附属防政高等学校です。同校は通信制、単位制の高校で、榮倉奈々さんや嵐の大野智さん、KinKiKids の堂本光一さんなど、多くの芸能人を輩出されています。筧さんは高校生から芸能活動を始めた頃までアルバイトをしていますが、それは居酒屋やもつ鍋屋だったそうです。大変にハードな仕事だったそうですが、バイトを経験する中で筧さんは、両親の苦労が分かった、と話しています。筧さんは芸能界に進む前から同校へ進学されていたようです。当時の写真も公開されていましたが、今の清楚な筧さんからは想像もできないほど派手なギャル系の女の子でした。特に目元は今とは全く別人で、本当に同一人物なのか疑わしいほどです。筧さんはなかなかやんちゃな女子高生だったのでしょうね。そして高校在学中の2011年、友人といったファッションショーでスカウトされ、芸能界デビューを果たしています。筧さんのご家族。次に筧さんの家族構成を見てみましょう。筧さんの実家の家族は、父親と母親、そして姉と弟がいる5人家族であることが分かりました。3人の真ん中で育った筧美和子さん。姉は筧美和子さんよりも2歳年上で、弟は4歳年下だそうです。筧さんの実家の家族情報について調べていると、筧さんはロシアとのハーフ？クォーター？などの噂があるようです。調べてみたところ、筧さんの父親も母親も日本人であるので、筧さんがハーフということはないことが分かりました。しかし、筧さんにはロシア人の先祖がいるようです。どうやら曽祖母がロシア人のようで、筧さんの父親か母親がロシア人のクォーターということになります。姉と弟は一般人のようですが、美男美女兄弟と話題になっているようです。まずは筧さんの姉について紹介しましょう。筧さんの姉は2歳年上の現在28歳。一般人なので詳しい情報はないようですが、名前は夏子さんといい、2019年に結婚されたとの情報がありました。筧さんと姉の夏子さんは子供の頃からとても仲が良く、大人になった現在も悩みの相談をし合うなどよく会っているそうです。また筧さんのインスタには姉とのツーショット画像が投稿されたこともあり話題になっています。2016年に筧さんがツイッターで投稿した姉とのツーショット画像では、どっちが筧美和子かわからない、お姉さん綺麗すぎる、似てる、美人姉妹などの声が多く寄せられ、筧さんの姉が芸能人並みに美人であると話題になりました。さらに筧さんの弟もかなりイケメンと話題になっているようです。筧さんの弟は4歳年下の現在22歳ということは分かっています。しかし顔や名前などは全く公開されていないので、実際にイケメンなのかは不明です。以前筧さんがザ・テレビジョンの企画で男装をしたことがありました。その時に筧さんが、弟にそっくりですと語っており、ファンの間では弟もかなりイケメンに間違いないと話題になったようです。いかがでしたか？筧さんの出身校や生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介しました。
現在はとっても清楚でナチュラルメイクな筧さんですが、高校時代はギャル系だったことに驚きました。今後もモデルや女優として活躍の場を広げていってほしいです。筧さんの今後ますますのご活躍を期待しています。